さあ、じゃあ次はセナック火山島に向かいますか。まあまずはね、スカウトやね、スカウト。この微妙にね、歩くか飛ぶかの距離そこまで遠くないんだけど、そこまで近くもないっていう。新しいことがありそうですよ。さーて、応募が来てます。メタスラ、お、仲間できんじゃん。やってみましょうか。決めましたか。花の蜜とブドウエキス。一緒に行こうぜ。一緒に行こうぜ。伸びる。硬い。メタリ。オン。いいですね。さあ、どんな感じの強さや。仲間にする前に確認しろって話だけど、強さ。ヒットポイント17しかねえ。ね。メタストライク、メテオストライク、やっぱハイジャンプなんだ。メタルボディ、受けるダメージが大幅ダウン。歌舞伎もの、抜け目がない。向こう向こうすげえさすがメタスラ。いやー、ロマンあるね。で、コインにヒットポイントアップつけまくれば問題ないんじゃない。188守備力、コイル48で、こっちと比べてみよう。264、ほら守備力84。これはよし。他に仲間できるの、この辺今さらしてもな。やっぱ仲間にできないんだよね。即戦力でこの辺仲間にしたいけどね。他に何か利用されますか。とりあえず今から火山に行くんで、火山はここか。今からセナック火山に行くんでね。さて、さあ、ということで、パーティーか。ここにメダルをつけることでどうやって買えるんだ。持ち物、クエスト、コインか。ヒットポイントアップを装備させることで、ほら、もうこれヒットポイント倍ぐらいになる。こうやったらヒットポイント倍だよ。倍どころかもう3倍近いよ。で、これはこれを装備しましょうか。守備力アップ。とりあえず、うん。今回は火山だね。もう全部報告可能だけど、まだ行く用事ないんで、後でな。で、精霊石と星のかけら手に入るといいな。結構サブクエがあるね。キラパンを元気に。キラパンが欲しいのよ。キラパンダッシュだからね。もうちょっと移動スピードが速ければ。どこやこれ。まあまあ、火山行った後にしよう。アネモは女王がアネモネに見えてしょうがない。うん。よし。まあまあ、何はともあれ。回復。少し休むか。
朝までっていうかもう暗いんだよね。ああ、いいね、メタスラ、メタスラ、メタスラ。とりあえずね、あのアクション、うん、いろんなアクションできるから全アクションのやつ1匹ずつは欲しいね。流石はどこだったかしら。さあ、ということで今回は火山に向かいゼロパーかよまあいいか。さてさて、君がファルカス島のターミナル駅を直してくれたんでしょ、ね、熱き大地の駅にもまた列車が来れるようになったんだよ。僕はウラジン、アラジン。久々に会ったけど変わってなかったねと。お願い、あと2つ駅があるんだ、やります。赤い林の駅と下級の駅だよと。駅ポットに、ね、そうだ。さあとりあえずね、地図チェック。まあ最終的な目標はここなんだろうけど、まあまあここからかな。ブリッツさん近いね。ブリッツ行ってここやね、とりあえずは。よし、お、ドラキーが買い物してくキー。お金ってどうなんだろうね。あ、これ在庫じゃなくて自分の持ってる数か。なるほどね、わかりやすい。少し休むか。まあ、実際これ休みたいんじゃなくてセーブがしたいだけなんで。さあこのゲームはね、オープンワールド、これか、オープンワールド風なのか。これはすごいのか。黄昏の旅団さんが仕掛けてくれたやつですけど、これ明らかにね、即手に入れさせるための場所にあったね。隠してないよね。天使の層が7個って。お、ダクソで見たことある人がいる。炎の種、し、ろくな鉱石が見つかんねえな。わしの探し方がまずいのかの。お、なんでちっこいの。ただじゃあお金からなと。ブリッツ、ね、弾丸作ってよ。そんなもんわしにかかりゃお茶の子さいさいだが、なんでだ。お、竜の鉄道カンパニーを拠点にお宝探しをしてるってわけか。面白そうじゃん。セナックル鉱石を探しているんだ、火山島の、バグナド大地のどこかにあるらしいからいいよ。やってやろうじゃねえか。はい、OK です。とりあえずはね、2つ目の駅を開放しましょう。スライムベース。やっぱ全部の島それぞれあのレベル低いところ高いところがあるみたいな並びっぽいね。いない。かすめとる。スライムゼリー3個、結構でかいな。明治ドーラキー、コウモリだ。
とりあえず鳥系はやっぱ一つは欲しいよね。そうか、ここ火山島だからみんな赤いんだ。火山イコール赤いっていう発想が。そんなに仲間になりたいのかい？お、ベスキング12のやつはね、いたんだけど、カオスベリー、なんだこれ。え、これ食べ物なの？絶対口に入れちゃダメなものだと思うんだけど、今の。漬物石、突撃。わー、集めとる。メタストライク、あ、スライムの冠。結構高いな。これは怖い。近いか。さあどこかな。あれだな。鉱石の横。あ、こんなこともあろうかと。スライム系を連れてきておいたのさ。やったぜ。くそ。ただ金スラに比べてアイテムの持てる数が少ないな。鑑定が楽しみだな。なんだろうこれ。こんなこともある。頼んだぜ。着地。とりあえずここを必要アイテムチェックしないと何とも言えねえや。ゲゲゲイ。スライムベースが燃えながら突っ込んでくる。びっくりした。あのスライムベースっていうと淡路島の玉ねぎだよ。淡路島に行くとね、スライムの顔を描いた玉ねぎがお土産でもらえる的な話をよく聞きます。スライムベースばっかやな。玉ねぎだって、ジャンボ、あ、玉ねぎだったのか。いけ、ベスキング18はなかなかのレベル高さ。怖っ、だいぶ敵が好戦的なんだよね。狙い。いただき。冠は通用ドロップ。どこや。
この辺なんだけどね。あれこれあっちか、鉱石の方か。めちゃくちゃありそうだね。あれキノコ、げんこつだっけ。めちゃくちゃありそうやな。ほら、とりあえず先にターミナル行ってからかな。見せてやる、見せてやる。ここやね。あー、220、あそこだな。こっちから行こう。ほかほかストーン、これも別作品で結構見るね。あんまりね、気にしたことがあるようなアイテムじゃないけど。にしてもここほんとスライムベースとメイジドラキーしかいねえな。稲妻の剣じゃんこれ。割とシルエットでもわかるよね。あ、ドラクエ6の音楽になった。いやーいいですね、ドラクエのゲームはいいですね。ドラクエの曲使いたい放題ですね。ソシャゲのドラクエのゲームってなんか曲が少なかったりするよね。お、近いか。集まれ。さあどこかな。あれだな。降りたとこのでっかい岩の下。これか？ん？違うな。強い。あー、なれない。ホイミダン。
マジか。この辺からきつくなってくるね。さあ、あのベスキングに喧嘩売る前に水だよね。思ったより水ないな。こっちの攻撃もメラなんだ。そこが。あれ、メタスラインじゃん。気づかれる前に。おお。あのメタスラ君不意打ちしてみようか。まだかな、まだかな。だいぶ遠くからね。早っ。無理やな。完全に見失った。早すぎる。迷宮だと逃げられないのかな。いるね、一応まだ。あら、そんな怒んなよ。ボコボコにしてやっちゃうよ。メタスラに行く前に、行くぞ。あいてー。そう、俺のメタスラやねんか。違う、そうじゃない。俺のメタスラやないか。復活は敵を倒してから。見せてやる。まだ終わらないぞ。もうこっから先はちょっと敵と戦うのきついね。あー、マップに焚き火の場所出ないのかな。あ、出るわ。ないけどね。まあ、先にたどり着こう。おそらくたどり着けば、あるよね。頼むぞ。
よし、オッケー、これで安心。セーブセーブ。少し休むか。ふう。さあ、それじゃあね。お、ある、よかった。今回は楽ちん楽ちん。よし、復活。さあ、君は誰だい？はい、あれ、アネモア様の命令で石碑を調査しているのだ。だからこんな感じか。半分っていった感じだね。まあこっちのルートはだいぶ敵強そうだね。ね、ブリッツに話しかけてなんとかここにたどり着きたいね。違います。